でもね、これだから本来はね、その技術進歩で喜ばしい話でなきゃいけないのにね、うん、C 国もやると途端にうさんくさくなるんだよな、うん、途端にやばくなっちゃうよ、うん、でこれ本当にね、あの有識自体なんですよ。で、ね、あのちょっと前ね、例えば2011年ぐらい、僕がいろいろですね、まだ民主党政権にいたけども、こういうチャイナの情報収集みたいなこともやってる時期にね、ものすごく宇宙開発にやけにこう投資始めたわけよ、うん、あのちょうど習近平になる直前にね、うん、で有人宇宙飛行やると、うん、で他の国なんて言ったか、うん、何やってんのあの国はと、うん、無駄じゃないかと、そんなことやったらね、うん、今もう全然そんなことやる必要ないよとか言ってんだけども、うん、無駄でも何でもシャニムにやったですよね、あの時は、うん、でもなんか今こうやって蓋を開けるとね、うん、なんか3週ぐらい日本の宇宙開発と差がついてるんですよね。かなり差がついてます ね。で今の段階ではね、今の段階どうかというと、このメート50じゃないから、メート50はそのまんま衛星に飛んで、うん、で私と篠原さんすごい離れたところにいても、うん、衛星通し通してこう、うん、が行けるんですよ、ショートメールとかだとね、うんうんうん、でも今のやつはそうはいかないんで、うん、じゃあどういうふうにやってるかっていうと、自分の息子さんがね、ほら、うん、さっき言いましたっけ、うん、息子がどこに今いるのかとかね、うん、ちっちゃい子供がね、ちゃんと通学路帰ってきてるかなって見るときの見るシステムは、うん、あれはお母さんが見てますよね、うん、お母さんが見るんだけども、それと同じ原理で、お母さんに電波を起こすだけじゃなくて、同じデータを他のところに、うん、まあ、バックドアって言いますけどね、送って、うん、それが実は中国側に把握されてると、うん、だからそれで中国の例えば今少数民族だってみんなみんなアプリをまず入れさせられて、強制的にね、うん、でそのアプリ入ってない携帯は使えないし、うん、でそれによって場所とか、あとなんか再生したときにね、全部データ取り出したときにすぐには、うん、誰と通信してたか全部分かるようになってたりとかね、いろんなことやってるわけですよ。それが今度は、中継局を挟んで見るときに、うん、お母さんじゃなくて中国が見てましただけじゃなくて、もう中継局挟まなくてもいいから、うん、上にもう全部あるんで、うん、そこを通してやるんで、これからさらにエリアを拡大しますよっていうときに、中継局をまた作ったりとかするコストがないんですよ、うん、でもう 上に全部できちゃってるんで、あとは売るだけ、うん、それでね、そうすると送受信ができるんで、うん、いろいろこちら側でも把握されるものがあるんだろうなとは思いますね。いやでもね、チャイナの人の、ね、発想ってね、もうね、日本人をはるかに超えたものがあってね、うん、例えば前、もうずっと前ですよ、こっちにチャイナから観光客来るときに白タクを使う話しましたよね、うん、あれって全部チャイナにいる段階で予約してあって支払いも済んでんだよね、うんうん、だからこっちで金のやり取りがないから白タクとしてね、取り締まれないんですよ。でもね、これね、それは悪用の例だけど、うん、便利に使ってるなと思ったのは、例えばね、こっちに出張してるチャイナの人が、うん、例えば広州なら広州、深圳なら深圳でね、足の悪いお母さんがこれから病院行かなきゃならないって時に、うん、話し合っててね、ショートメールでちょこちょこ話し合ってね、分かったよお母さん、俺がじゃあタクシー呼んでやるよって言って、こっちでタクシーの状況を見ながらね、うんうん、呼んで乗ったのまで確認できるんだよね、うんうん、でそれって地上回線なんかでやってんだよ、ある意味はね、うん、やってんだけども、それをもっとね便利にするっていう延長線にあるのはその衛星通信なんだよね、うん、チャイナの場合は、うん、で日本人ってね、意外と保守的でね、こういうのあったら便利だなっていうところに行かないんだよ。でもいいよ、そこまでやんなくてってなっちゃう、うんうん、この辺の貪欲さがさ、日本との差になってるっていうかさ、さっき言ったね、なんでこんな有人宇宙飛行なんて今頃やってんのよ、バカじゃないのって言ったらね、さっさともうね、宇宙技術で抜かれちゃったんですよ、うん、これね、チャイナすごいのはね、すごいって珍しく褒めるよ、うん、褒めるよ、悪どいことも含めて褒めるけどね、うん、人から盗む技術だけじゃなくてね、自分も一生懸命やってみようとするんだよあいつら、うん、金かかっても、うん、それがねやっぱすごいの、怖いんです やってみようっていうのはすごいですよね、うん、やってみた中で足りないやつは盗んでくるんだけども、盗んでくるし、うん、失敗して人が死んでもね、へこたれないから、うん、へこたれないですから、ね、へこたれないから、うん、だからすごいんですよ、武漢でほらもう2年前になりますけどもね、うん、ウイルスバーッと始まった時に、うん、あの時に華人山病院って、うん、
できたでしょ、ね、できたできた。あれ10日で作っちゃった。あれだって工事のね、うん、YouTube ですごい作り方してんだよ、うんうん、すごいですよね。ボコボコボコって箱作り上げるように作っちゃったの、うん、箱最初に作ってる間にこっちで土台作って、うん、その土台を作るときにこうやってあのメーターで引っ張ったあのやったりとかしないで、うんうん、それ北斗衛星システムですから、うん、そのシステムでこことここが中心になって、じゃあその3メートル先そこの位置だよって北斗システムをこうやって測って、うんうん、でその通りに土台を作った上にこっちにその間に出来上がってるユニットのやつをうーんと持ってきてガチャンコって乗っけると、うん、しかもちゃんとあのこうやって吊り上げてこうやる、ね、あのなんていうんですか、クレーン車、うんうん、クレーン車がちゃんと間に入ってこっちにもこっちにもこっちにもこう積み上げられるように、あの病院ってこうなんかデコボコになってるらしいんですよね、うんうん、あのいちいちこうやって、まあね、奥の方までほら手伸ばしたりとかしなくても、うん、ちゃんとこういうふうに置いていけるようにして、うん、それでね10日でできちゃったんですよ病院が。だからね、その聞くとね、うん、あの本当に僕はねこの IT 技術の発展ね、宇宙技術の発展と全体主義が結びつく、本当怖いなと思うのね、うんうん、そあの多分ね日本のね大きな企業のね経営者とか中堅幹部はそれ見て言うのはね、うん、さすが中国ってないよ、細かいことはこだわんないから早く進んでいいなってなんですよ。同じようなことをね僕ね結構大企業の人と向こうで会ったと聞いたのね、うん、いやそ俺それは違うと思ってね、うん、ちょっと違うんじゃないですか、日本でやったらちょっと大問題になりますよ、うん、いやだからいいんだよって言ってね。いやでもねそのもう一つ思ったのはね、僕はねそれこそ、うん、学生大学生の時ですよ、共産党入って数年して、うん、学生の活動家になってね、うん、社会主義がもうあの理想の社会を作るんだって信じてる時ですよ、うんうんうん、岩波書店からね、うん、社会主義社会とコンピューターって本があったんですよ、うん、まさに今言ったようなことをね、うんうん、きれいにできるのは社会主義社会だからできるんだって書いてあるのね、それソ連の本ですよ、うんうんうん、だからそれを思い出したよね、うん、でソ連は多分ね理論理屈の上ではそれね考えたけど技術が追いつかないからできないうちに潰れちゃったんですよ、うん、中国の場合には発展しなきゃいけない理由がありますからね、うん、その人民をきちんと統制していかないと、うん、日本みたいに好き勝手にさせてたら、うん、自分たちが倒されるから統制するためのシステムとしてこういうのが必要なんですよね。そう、統制なんだよね。だからね統制、うん、要するに統制しきれないで倒れた面があるんです、ソ連ってのはね、うん、それ統制するためだと、あとね本当に なんていうかねすごく実利主義的なところがあるから、うん、儲かるんだったらこっちにしちゃおうぜって原理平気で捨てるでしょ、うん、あいつら、うん、そうそう、でも絶対話さないのは共産党の、ね、独裁だけは絶対話さないぞってやってるじゃない、うん、それと技術と金と結びついたってのは、うん、本当怖いことなんだこれ。それとあの情報を取るっていうのがね、うん、あの両親の呵責なく盗んできちゃうから、うで情報が彼らあのこれは聞いたことない、うん、こういう理屈はね、うん、それこそねあのチャイナの、大使館のさ経済所のさ、うん、所長がさ言ってたよね、情報ってのは島さん金なんですよって。それはそうだと思うけど、彼らが言うとすごく現実感なのね。金だけじゃなくて武器なんですよ情報って、うん、実は情報をいかに取ることがね、だからね今日台湾って話あるけどね、うん、今回ね僕ちょっと心配してるのはね、うん、それもあると思うんだけど台湾はね情報戦に負け始めてる、うんうん、情報戦に負け始めてて、うん、で我々はねいろいろ言ってるじゃない、超限戦だとかなんとか言ってるじゃない、うん、言葉だけさやってすごいな、チャイナの脅威すごいなって言ってるね、うん、超限戦が現実にやられたらどうなるかっていうのはね、うん、台湾見るとよくわかるんですよ、うん、選挙に勝ってっちゃうんだよ国民党は、うん、国民党は今やね中国共産党の雄党だからね、うん、それがあの台北ね首都のね台北の市長がね、うん、国民党の市長になったじゃん、これはねすごい2年後の総統選挙は本当にね重大な決戦になる、うん、そうですね、うん、なんか軍の中でもねなんかこの間孫シャンウェンさん、孫コウブンさん、孫シャンウェン、孫コウブンさんですね、孫コウブンさんとちょっとお話ししたら、うん、台湾の中で今話題になってたのは、うん、軍の幹部が中国共産党がもし上陸して攻めてきた場合には、うん、私たちは戦わないで軍はあの誰も犠牲者を出さないで降参しますよみたいな話をね、うん、もう話つけてたやつが文書が出てきたって言うんですよ。さあ出るよ。だってさこう30年何やってきたか彼ら、うん、チャイナはねあの国民こういうねお出し出したんだよ、うん、あの江沢民時代に、うん、中国国民党軍に勤めていた方も国家公務員として認めるとか、うんうん、で何かあったらね、うん、こっちいらっしゃいと、うん、あの年金生活できますよ、うんうん、でね将軍は人民解放軍の将軍と同じ扱いだ、うんうん、何かあったらね現役時代と同額の給料が
年金なんです。うん、それだけでちょっとワクワクしない？ね、それであとね、うん、将軍の場合はうちを無償で与えます。うん、だから、うん、アモイにねいっぱいあるのよ、うん、国民党軍の将軍のうちって。いやいやいやあれをやってれば絶対俺取り込まれるなと思ってたの。うん、で、あの、ほら、金門島行ったことあります、うん、行ったことあります。あそこからね、うん、見えるんだよ、そういうね。うん、あれ、あそこにある別荘は、うん、実は台湾の将軍の。それが今回は現役にまで行っちゃってたっていうんで、うんんだね、台湾の方でちょっと話題になってるよっていうふうには聞きましたね。なるほど。あれなんだって、あとね、もう一つね、これは上海のね、うん、人に聞いたんだけど、うん親戚が、ほら、国境内戦で、ね、親戚が別れちゃったけど、うん、帰ってきたんだって、うん、台湾から、ねうん、引退して、うん。そしたらね、やっぱ国家公務員として年金が出るんだ。中国でも。うんうん、これはちょっとやられるんじゃないのと思ってさ。でも理屈から言うとね、うまいんだよ、やり方、チャイナの方は。うんうん、まあ、それにかあの、ね、絡め取られてる日本人も結構実はいるんじゃないのかなって感じがしますよね。いやいますね。いますね。うん。うんでね、これあんまり言うとね、逆にこのファーウェイの、北斗システムに対応したファーウェイの宣伝になっちゃうからね、うん、ファーウェイとかね、北斗システムの宣伝になっちゃうからあれなんだけどね、ちょっとね、まずいんですよ、これ、うん、14機のその中周、うん、中軌道の衛星で、うん最大560ビット、漢字40文字の単一メッセージで特定のユーザーに対して、全世界的な範囲でのアクセスを提供すると。これ多分オプションだと思うんですよ。オプションじゃないやつは、地域限定のショートメールメッセージっていうのがあって、漢字だったら1000文字まで、地域限定なら1000文字まで OK。皆さん思いません、うん、日本のビジネスマンとかにとってはすっごくこれ魅力的なシステムだよ、これ。そうですよ。だって、国際電話だなんてめんどくさいことしなくても、それでオプションでお願いしておけ、置いて、このさっきのメイト50持ってれば、うん、それ日本でも使えるし、そのまま持っていって向こうでも使えて、あもしもし俺今こっち着いたからとか言って、うん、あもしもしってはいかないかこれ、ね、ショートメッセージだからね、今着きましたってリアルタイムで言っちゃうわけですよ。いや通話よく早いよ。うん、でそれが、まあ、ネットでもできるだろうっては言うけども、うん、ネット環境ないとネットできないけども、これ世界のどこに行ってもできるから、今アマゾン着いたよみたいな。変な話だけど。僕もほらモンゴル行ったりわけのわかんないもんね、うんうん、ネット環境のない世界ってあるんだからね皆さん、うん、わかります？ねえそういうところに行くと心配だけどこれを持っていれば心配ないということで、うん、いや本当だそうするとこれは世界を股にかけて仕事する人たちから先にこれ普及しますよね、うん、アフリカ行く中東行く、うん、それこそチャイナも奥地とかねあと、うん、モンゴルなんてほとんどの地域はネット環境ありませんね、うん、ないですよねうん、びっくりしたのはあれだよ、前、2019年、ノモンハン行った時にね、ウランバートルでしばらくこれできなかったけど、うん、なんとノモンハンってのは中国、モンゴル国境にあって、うん、中国の国境に近づけば近づくほどね、うん、フェイスブックの書き換えができるようになったというね、うん、その場からもフェイスブックどんどん書いたりしてたんですけどね。うんうん、今、国際的にそうやって使うとなると、まあ、ネット環境どうしても必要になるね、必要になるからね。でアメリカ軍とかの場合にも、うんまあ、GPS とかは使ってるけどもネットはやっぱり普通のネットですもんね。ネットですしせいぜい海軍だけじゃない、うん、海軍の艦艇は、うん、衛星通信で、ねうん、おうちにお電話をね、うん、週のうち 何時間できなきゃいけないとかあるみたいだから、うんうんうん、それが普通の人もできるようになって、うん、でねGPS とかそういったものって、ね、アメリカの軍で使ってるやつだから、うん、それを使わなくてもできるようになったということは、うん、台湾有事になった時に何が心配かっていうとまず最初にみんな、ね、有識者の先生方ってどうしても台湾有事になるとまずどうなるかっていうと、うん、どこの島に上陸するとかドローンが飛んでくるとかっていう話だけども、うん、それ以前の問題として宇宙戦争始まりますよね、まあ、宇宙戦争が先でしょうね、うんうん、まず最初に一番最初は宇宙戦争だから、うん、お互いにその北斗衛星潰す、うん、北斗衛星だけじゃなくてもその軍事的に、うん関係するような撮影する衛星であるとか、うん、通信、中継する衛星とかいろいろあるから、うん、それを潰すかそれとも潰されるかっていう話でそうすると、ね、それが始まった時にこっちで気がつくのは例えばこっちで住所を入力しなくても、うん、この近くで美味しいラーメン屋っていうと出てくるんじゃないですか、うん、ラーメン屋が、うん、こことここありますよって、うん、この近くって言っただけでまずここが出るんですよね、うん、それが狂ってくるわけですよ、うん、北斗システムじゃなくてGPS を使ってる場合に GPS 衛星がやれたら、うん、この近くって言ってるのに全然違うようなところが出てきたりとか、うん、そういうふうになってきたらあれなんかやべんじゃねえのかなってちょっと思い出してほしいんですよこれ、うんうん
そうですね、そうなった時には、うん、もうどこから何か飛んでくるかもしれないから、まあね、そこで、うん、あれ変だなってぼーっとしてないで、うんうん、なんか飛んできて爆撃みたいなことがね、うん、特に沖縄の皆さんですよ、まあ、いきなり沖縄爆撃ってことはないとは思うんだけども、うん、そういうようなことがあるとある可能性があるというふうに考えて、ちょっと頭の片隅に入れてていただきたいなというふうに思うんですよね。これちょっと命に関わるお話なんですね。命に関わるしね、うんうん、まあ、ウクライナのね、うん、今状況もね、よく分析する人はしてるけど、うん、意外と日本人はつまんないことで感情論ばっかやっててね、うん、戦争を冷静に両方から見るってことしてないからね、うんうん、結構なことよ、えぐいことやってんだよ、戦争は。もちろん衛星システムは使ってるし、うん、今回ね、だからね、意外にね、ウクライナがね、前線してるのはね、うん、衛星システムを初めから諦めてるんだよね、うん、上手にね、精度の高いね、ドローンを使ったことですよ、うん、あ、そうだね、うん、ドローン使ってで、ドローンはね、もうやっぱりね、この半年間見るだけでもね、最初の2ヶ月はね、ロシアが使ってるドローンなんてのはね、もうね、模型飛行機にね、毛の生えたようなの使ったからね、全然ダメでしたよ、うん、今変な話だけど、これもね、これも新しい動向なんだけど、イランなんてのはろくな兵器が作れなかったのに、ドローンは立派なの作ってんだね、うん、まあ、ウクライナが有効活用したのもトルコのドローンですよ、うん、バイラクタルってね、うんうんうん、イランのはなんて機種か忘れたけどね、イランのドローンがロシア軍に入ってから全然また戦況変わっちゃったんですよ、うんうん、いや結構やられるのよ、ウクライナ軍が、うん、やられるけど、ウクライナ軍は今兵力は上だから、兵力だけはね、でもあれ、ウクライナ軍っていうとウクライナ人だけじゃないですよ、だけじゃないですよ、いろんなのがいっぱい入ってますよ、ね、いろんなの入ってますよ、うんうん、これほとんど NATO じゃないかって言われてるぐらいね、いろんな国の人いますから、うん、うん、でね、北斗システムの方の話に戻ると、うん、今これからの問題は、うん、衛星はあると、衛星はもう地球全部カバーしてますからね、うん、南極でも何でも、うん、何でも来いみたいな、うん、サハラ砂漠でも何でも来いな状態なんだけども、問題はそのシステムに依存する人たちを増やさなきゃいけないわけですよ、うん、で今ファーウェイのファーウェイのホームページの中でも、うん、自社製の携帯電話を格安で売りますとかで 50% 引きとかで前に出た時に出てたことがあったんだけども、うんうん、そういう勢いでやってるんで、知らない人がそれに飛びついてそれを使い始めると、うん、現在位置どころか、これやらなくてもですよ、これ画面に出てるのが全てじゃないんで、例えば篠原さんが、うん、ファーウェイこれ安いよなって、うん、M8 50とかすげえよなって言って使ってると、篠原さんが何もやらなくてもこっちの中では分かってるってことです、うん、要するに私はどこにいます、それでユーザーこの個体を買った、この携帯を買った段階でほら住所からなんかみんな書くじゃないですか、うん、その段階で、あ、もうバレてますんで、だからね、これね、いや、それ怖いんだ、それはやめなきゃなとかね、まさかねとか言ってるでしょ、うん、日本ってね、今こういう場所はね、関東地方でしょ、東京で話してるわけでしょ、こっちはある程度はね、そういうことを言う人多いから、常識みたいに言ってるけどね、ファーウェイのね、携帯だのね、コンピューターをまとめて買ってる地方ってあるんですよ、日本は。ありますよね。自治体とかね、もう名前具体的に言うと、旭川市とかね、わ、旭川市は教育委員会がまとめて学校用にコンピューター買いましたからね、何百台も。うん、最近の話ですよ。うん、まあ、そういうふうにね、どん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  安さで浸透していって、うん、便利さで虜にして、うん、でも個人情報も引き換えでいただきますよという形になってくるとね、いろいろとまずいことにこれからなってくるんじゃないのかなと。うん、